俳優コギョンピョが、BJ 席と居酒屋で撮った写真が話題になった。コギョンピョは15日、ソウルカンナムクチョンダムホラに位置するとある風俗店を訪問したという疑惑にくるまれた。当該議論はインターネット BJ の A 氏が14日に自分のインスタグラムにコギョンピョと撮った写真を掲載したことから発生した。A 氏はトランスジェンダー BJ の席とされた。BJ 席はコギョンピョと優しいポーズを撮っている姿が写った写真をアップし、お兄さん、酔った。お兄さんが許可したコギョンピョお兄さんなどのハッシュタグを付け加えた。BJ 席の写真は各種 SNS やコミュニティなどを通じて拡散された。関連掲示物を見たネットユーザーらはコギョンピョの行動を批判しており、論争は手のつけようもなくますます拡大した。結局、コギョンピョの所属事務所 CL&カンパニー側の関係者は15日、コギョンピョがドラマ撮影後、所属事務所に行った。スタッフたちや、知人らと事務所付近で軽く飲み会があった。店の名前を話せるくらいに風俗店ではなく一般的な居酒屋と釈明した。関係者によると、コギョンピョは居酒屋で飲み会に参加し、そこで写真を頼まれた。そしてコギョンピョはファンの頼みを断れず、応じただけだという。そして、関係者はこの議論はとんでもないと付け加えた。また、所属事務所側は一緒に写真を撮った女性たちについて写真を頼まれた方と親交もなく、誰かもわからない。他の人たちの写真のお願いにも応じたとした。所属事務所の弁明にもコギョンピョに向けられた非難の声は静まらないでいる。復帰を前にして居酒屋を訪れ、女性たちと写真を撮ったこと自体が軽率だったという指摘だ。それだけでなく、新型コロナウイルスの感染者数が再び上昇の勢いを見せている中、居酒屋の訪問も注意しなければならないという反応が殺到している。コギョンピョは軍女隊後、JTBC の新水木ドラマ私生活復帰を控えている。私生活は9月16日に初放送される。チェリーバレット、ハートオケラッシュアップキハート。チェリービュレットチェリーバレット。今月の少女、今日は TBS ファクトのスターデー星しばらくしてエレガンスの頂点を極めた MC イブと午後12時30分に会いましょう。今月の少女ルーナイブス。4時アイドル、本日の1位。人気歌謡。